はい、皆さん、こんばんは、100円です。すいません、ちょっと、すっごいわかりにくい、あの、動画なんですけど、プレイステーション4を、ビータと、あの、紐付けて、ラスアスのマルチができるのかっていう動画をやってみたいと思います。わかりにくいな、これ。今、つなげてますね。えー、と、つながったと思います。 プレテレビの方はつながってますね。えー、ビタにて、えー、ラストオーバースで接続しております。ラグがほとんどなくですね、えー、プレイできておりますね。例えばこれで今、まあちょっとメニューに戻ると、えー、普通にラスアースの画面ですね。 反応も全然悪くないです。これで、オンライン、行きますね。COD の時ですね、できなかったんですよ。オンライン、マルチ。ところが、ラスアスの場合は、普通にできます。例えば、サバイバーズ選択して、ええー、ファインドマッチ、探すってありますよね。こうするとですね、探しに行って、 ききちんとつながってラグフリーでできますでボタンのアサインもですね、あの、可能なんですよ。例えば、えー、ディフォルトですと、この R トリガー、L トリガー、えー、L トリガーが走るで、R トリガーが構えるっていう設定になってたんですよ。で、撃つときが、後ろのタッチパネル使わないと撃てないっていう状態だったんですけど、これはあの設定から変えられます。そうしますと、走るが、あの後ろの、 で左側のパネル、タッチパネル。で、なんか構える感じのボタンが後ろ側の右パネルになります。で、えっ、ー、と、今度 L トリガーがですね、普通の銃の構え。で、右 R トリガーが撃つっていうふうにできるんですね。だから、えっ、ー、と、問題ないと思います。来ましたね。 ビータです。ラグほとんどないっていうか、ないですね。ないに等しいです。これで構えられます。はい。で、走るときって後ろのタッチパネル触りますね。あれボタンがサインできたと思うんですけど、ね、まあ、とりあえず問題ないですよ。やろうと思ったら。はい。普通にプレイできます。 これはあのリモートにも対応してるんで、もちろんここからもできますし、あの、何すか。自分の家のネットワークにいなくても、例えば外出先でもインターネットさえあれば、つなげてできるはずですよね。原理で言うと。ちょっと今全然見れないんであれですけど。あー、ダメだった。やられた。 <laughs> やられた。まあ、こんな感じです。でも、布団で普通にできますよ、入りながら、これ。これだったら。終わった。ということで、ちょっとした検証でした。すみません、画質悪くて。ということで、ピースアウト。